もうみんなに悩みのない人なんてないんですよね。今何にも悩みのない人ちょっと手挙げて。作家で僧侶の瀬戸内寂聴さん、おととい京都市内の病院で心不全のため亡くなりました。99歳でした。1922年徳島県生まれの寂聴さん、大学在学中に結婚し出産するも夫の教え子と恋に落ち離婚、波乱万丈な人生を送ります。大学を卒業した後、1957年に文壇デビュー。恋愛や歴史、老いなどをテーマに数々の小説を発表しました。大きな転機は1973年、51歳で出家し、本名の晴海から法名の寂聴に改めました。法話を通じて人としての生き方を説き、幅広い年齢層に親しまれてきました。バラの花は美しいけれども、茎にはみんな硬い棘がついてます。皆さんの優しい、そのみずみずしい二十歳の指でバラの枝を摘んだならば、必ず皆さんの指はバラの棘に刺されて傷をしてしまいます。血が出ますけれども、若いあなたたちの場合はバラの棘で傷ついた血などはもう舌でペロペロと舐めておけば治るわけですね。2006年、84歳で文化勲章を受章した際には、自分がどのような最後を迎えたいかを語っていました。お坊さんとしてね、例えば位をもらうとかね、そういうことは全く興味がなくって、やっぱり死ぬときはその作家として死にたいですね。晩年は京都に構えた寂庵を拠点に活動。寂聴さんの法話を聞くために行列ができるほどでした。何にも悩みのない人ちょっと手挙げて。もし、ね、そんな人がいたら、ね、それは病院行った方がいい。悩みがあるのが人間なんですよ。ユーモアあふれる優しい言葉と寂聴さんの笑顔は多くの人たちの心を引きつけました。そんな寂聴さんを一昨年、新見キャスターが取材していました。いい男ね。ありがとうございます。嬉しい。笑顔を絶やさなかった寂聴さん、仏教の笑顔を見せることが一つの徳になるという和願瀬という言葉を大切にしていました。好きなことをしているってことですね。それから嫌なことはなるべく考えないで、いじても笑ってるってことですね。だって嫌なこと考えたってそれは良くならないからね。大正から令和まで4つの時代を生きることについては、人々の悩みというのは時代を経るごとに変わるものです。同じもう同じ、その亭主が浮気するとかね、自分がね違う人好きになったとか、もっととにかくそれから姑が嫌いとか嫁が嫌いとか同じ。生きづらくなったというふうに言う方もいるんですが、寂聴さんから見て平成時代というのはいかがでしたか？生きづらくなったって何が生きづらいの？みんな勝手なことをしてるじゃないですか。共感してみたらすごいじゃないですか。何が生きづらいの？先生これいるんですよ。また若い世代との触れ合いを大事にしていました。おかしい。世の中はもう一歩一歩進んでるんだからね、それはどうしたって新しくならないとね。だから若い人の言うことはね、非常によく聞きますよ。今の若いもんはなんだよと思われることはないですか？そんなことないです。だって私はもうその現在のその道徳とかね、なんとかに全部反抗して生きてったから。未来っていうものは全て若者がねのが作っていくんだからね。だから年寄りがねもうぐちゃぐちゃ言ったらダメだね。もう早く死んでしまえと。早く死んでしまえと。誰より長く今生きてらっしゃいます。だから言えるんですよ。幅広い世代を愛し、また愛された瀬戸内寂聴さん。
99歳でその人生を終えました。